どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は大阪駅近くにあります中華料理店の担々麺を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。 Let's go。今回紹介するこちらのお店は大阪の西天満にお店を構えてミシュランの星を獲得した名店が新たにカジュアル向けに出店したお店でございます。こちらのお店は本店と違ってリーズナブルに中華料理を堪能できるんです。こちらがこのお店のランチメニューとなっているんですけれども、今回はこのランチメニューの中からですね、この絶品の旨辛担々麺セットを注文いたしました。一体どんな担々麺が出てくるんでしょうか。非常に楽しみです。さて注文しました。沢節の担々麺が運ばれてきました。上に乗った沢節の風味がすごく香りがふわっと漂ってきます。一口スープをいただきますと、口の中に沢の香りが広がるのがとてもたまらないですね。そして続いては麺をすすっていきます。こちらの担々麺に使用されている麺は中太麺でコシが強めのようです。一口すすってみてもスープがよく絡み合っていて美味しいです。そしてこちらの担々麺は辛みが意外に控えめといったところが特徴だと思います。辛いものが苦手な方でも十分に美味しく味わえる担々麺となっています。これまでも数多くの担々麺を食べてきましたけれども、今回食べた担々麺のように魚介の風味が合わさった担々麺は初めていただきました。サバの風味も感じることができて、コクまで濃厚な担々麺はぜひ皆さんにも一度味わっていただきたいなと思います。そして卓上には山椒がございますので、こちらの担々麺に振りかけていただきますと、よりこちらのしびれ感が増して美味しい担々麺へと変貌いたします。そしてこちらの担々麺を美味しくいただいた後は、こちらの残ったスープの中に白いご飯を投入してみてください。白いご飯と残ったスープをよく絡ませていきますと雑炊の完成です。こちらの雑炊一口いただきました。するととても美味しくて、この残ったスープの最後の一滴まで美味しくいただけることは間違いないと思います。ぜひ大阪梅田に来られた際には、今回紹介した沢田飯店さんに足を運んでみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!